プリズでございます。はい、いや楽しいわ、マジで楽しい。さあこれから後半戦ですけども、はい、かなり順調じゃないかと出玉の方は、はい、そうですね、思います。はい、ただクリア機種数ですよ。ほう、2人合わせて10。あなた今いくつですか？南国育ちと、南国育ちと、1ですね。だすいません、あれと思ったら、あれなんかおかしいぞって、そうですね、当ててはいるのになんでだろうと思ったら、南国育ちしか、お前が好きなだけだろ。好きで打ってたからそうなっちゃったんだろ。ただ一応あの2機種目には行ってはいますから。マドカでしょ、はい、マドカ2、あと500ゲーム回せば天井到達しますんで、結構かかるな、自動的に当たります。で私が、はい、まずモンキーで、次イルハーデス、はい、で徹夜と3機種は当てました。早いですね、データカウンター上げました。まあ、ゆるチャレだけどね、ハーデスは。あ、なるほど、上がりますもんね。2人で4機種だから、まあ、あと6機種育てないと、でまあでも最後は、はい、まあ、ボーナスタイプを渡り歩けば機種数っていう意味ではどうにかなるかもしれないけど、そうなんですよ。ただ、はい、そうなってくるとなんか収支がやばいことになりそうな気もするんで、できるだけリードは保っておきたいなと。あのご相談なんですけど、ええ、分かんないですよ、ないとは思うんですけど、うん、この後のシロと魔法少女マドカマユカ2当てて、ええ、出っ放し状態になっちゃった場合、あーなるほど、役割分担、役割分担でその8、どっかで見たね、8行ってもらうとかそういうこともなくはないわけじゃないですか。しょうがない、それはしょうがない ね、 ね、出始めちゃったらしょうがないよ、それは。わかりました、あ、よかった。ちょっと出ちゃったらどうしようってドキドキしちゃう。すごいあれだね、今日強気だよね。前向きですよ、あんだけ金使ったくせにさ。、はい、じゃないといけないですよ、5号機にまず。この企画で、じゃあこのまま順調にやっていければと思うんですけど、ちょっと思ったより順調なんで、ええ、もう一つ追加していいですか？出てでしょ。何なんですかその順調を喜ぶだけじゃダメなんですか？はい、じゃあ読んでください。はい、はいはい、読ませていただきます。はい、ペンネーム斉藤さん、負けた方にゴチになる企画しよう、先輩ゴチになります的な笑い。あ、負けた方にゴチ、まあ、終始で競って勝ってる方は、まあ、乗り打ちじゃないですかここ、はい、勝ってる方はお世話してるわけですね、終始的には。あ、そうです、ね、だから負けた方は恩返し的な意味で何か食べ物だったり欲しいものだったりよっていうことだと思うよ。あ、ここでですか？そう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 、まあ終始負けてる方が勝ってる人の欲しいものを。なるほど、何 で, 何, で何でもいいですか、何 で, 何, で何でもっていうか、まあ何でもはそこの2人のさじ加減はして、ね、僕は関係ないんで。そうか、関係ないとか別に何でもなんか10万円ぐらいのものでも、おー、すごいすごい、片方がいいよって言ったらそれは、まあ、了解すればってことね。了解すれば、まあまあだから、はい、もちろん2人で勝つの大事なんだけど、よりここで競わせたいってことでね。そういうことですね、順調すぎるんで。喧嘩させたいじゃないですか、別に順調で。じゃあ、まあ、分かりました、分かりました、ここで競いつつ、はい、まあ、10機種クリア目指して頑張りますということで、はいはい、後半戦ここからさらなる激しい戦いが見られると思いますので、ぜひお付き合いください。では行ってみます。ボザソロ、ボザソロ付けましたよね。赤目、赤目がさっきまでフル稼働だったのに、赤目っちゃおうかな。6回って多くない？ボーナス、これ、ね、解析がね、ほとんど何も出てないんですよ。あんまハマってないですね、朝も早い。あれでもこっち284もハマってるとか回してるんだ。しかもこれ当たりね、2回とも早いよ。いや、これどっちも打ちたいな。てか300ゲームでチャンスじゃん、よく考えたら。こっちだ。では後半戦、ござる、違う、ござそうろう。ござるってなった、可愛くなっちゃってるじゃない。後半でござる。その赤目が4機種目ってことですよね。当てますんで、まあ、4機種目ですね、個人的に。いや早いな、森山さん。あ、ちなみにお伝えしておきますと、はいはい、南国育ちは3台打って、はい、もうほぼほぼリセット確定してますので、
はいはいはい、あのもし打ちたかったら、あーなるほど、打ってくださいね。朝一台まだありましたんで、さっき見に行ったら200ゲーム手前ぐらいまで回されてる台が3台ぐらいあったんで、狙い目です。むしろそういう台から打ってけと。そうですそうです。キューベがキュッキュッて言ったんですけど、押せないとは何事。はい、ボーナスですね、きっとね。あんなキューベが動くことはなかなかない。おや、はい、チャンス目 B から562ゲーム、総投資が2万2000円でございます。え、もう当てたの。当てました。早っ。よかったよかった。これでやっと2機種目。じゃあそれで突っ走んなかったら、はい、もう移動できるってことか。そうです。だからあの役割分担はなしで大丈夫はい、7揃いなしで終了です。センス×。ここの広角だけ見てやめて次の機種行けますね。6号機もう一回挟んでおきますね。マリモさんが打っている裏側で吉宗スリーを打ちます。あ、行った行った。ああ、赤目が切りタイム来ました。ストップ。ここで当たりそうな雰囲気だよ。落ち着かない。面白くなりそうだ。最愛のものが。さあ私当たりますよ。早い、早めだね。150ぐらいかな、160ゲームぐらい回して当たりかな。最愛。いやービッグでお願いしたいけど、ゲーム数は化けが多いんだよな、やっぱりね。レギュラーからでも AT は入ることもある。あー入った本当に左この覚醒赤目っていうのが、当たり AT 確定の画面です。初めて出したな。あ、いった。上位 AT です。一撃必殺モードという。これは出ちゃうな一撃必殺モードは駆け抜けあるからな。いや頼むって。さすがに切ないよこれで終わったら。いや終わる。いやいやいや、赤目が切りタイム、赤以上なんで、赤目以上のバトルなんで勝てると思いたいけど、もう一個いけ。あー、いかないいかないけど、赤目ちゃん、もっと波出ろもっと波出ろ。いやーダメか。そもそもベルを引けてない。うわー負けた。いやー負けたあ、ユリカナプ消えない、復活というかその引き戻しか、次いいモードというか、まあ、浅いゲーム数か、モードじゃなくて浅いゲーム数で当たるかです。奇数差でございます。あ、なるほど。あ、ここで消えた。普通あそこで消えるんですけど、リザルト画面で。そりゃねえよ。あー、セリフも微妙。やめるか。4機種あったんで、もう A タイプ、ボーナスタイプちょっと見ていきますよ。アレックス爆出しされてるな。されてるってのも言い方おかしいけど、3人打って3人とも2箱、あれよ2箱使ってんだけど、
え、劇出し祭りじゃん。個人的なノルマがあと一つでございます。まあ、彼女がハマったり当てられなかったりしたら、まあ、こっちのね奇襲数の方にもう一回行かなきゃいけないんですけど、とりあえずこれで、まあ、決めちゃいます。でアレックスが今日やけに出てるんですよ。設置6台で半分がしっかり出てるんで、半分がプラスかな。てかまあそれ以外の台が動いてないっていうところだ。もしかしたら全台系かもしれない。みんな大好き全台系かもしれない。お、来ました来ました、いいのが来ました。味覚出しちゃおうかな、シーサさん並みの。あー味覚ー、あー化けか。でもまあとりあえず上がるんで、レギュラーちゃんでした。完全に舐めてるね。舐めてはないです、全く何も。あれ当てたの？当てにいってます。当てにかかってる。はい、投資が今3万3000円で、持ってる出玉が1700万円ちょっとなんで、もうちょっとでマイナスに。あ、でもそっかそっか。そうです。あ、そっか、南国だから流したの。そうなんです。僕がクリアしました、自分のノルマ。だからちょっとこれからは出玉を増やしにかかるんですけど。はい、お願いします。かかるんですけど、はい、あなたがこういうことをやってると、僕がこういうことをやってると、僕があと 1、2機種ぐらいやらないといけなくなるんですよ。そんななんかもう化石になったようなネタはいらないです。まあまあでも時間的に大丈夫だと思うんですけどね、5機種。まあ、じゃあちょっと自分の好きなようにやりますよ。はい、お願いします。変わってないですね、状況が。しかも角台を打ちますよ、角赤目。さあ赤目に戻ってきましたけども、打つのはさっき打ってたのではなくお隣の台ですよ。こっちの方がボーナスの履歴がいいんだよね。全然ハマってない。吉村って何ゲーム超えたらビッグとかあったっけ。ビッグがじゃなくて15台の夜がですか、特化ゾーンでって。そうです、15台の夜が選択される確率がなんか上がるんですよね。 10% とかだった気がしますけど、合ってないようなもんですよ。10% ってね。でもそこでレギュラー引いたらもうダメって。やめてください、そのフラグだけは絶対にダメ絶対。まあ、もうこの台には青七しかないって言い聞かせてる。いや、ていうか俺の収支でもあるんだから。それそうでした、やめてください。すいません、負けるの。ちなみに現在投資が3万5000円ですが、はい、3枚で計算したらまだプラスでした。お、あと3プッシュ、いや2プッシュかな、2プッシュまでは大丈夫で、現在のゲーム数が702ゲームですので、ギリギリ3枚プラスの状態で天井到達できるかもしれません。あ、ね、さあさあ、やっとこさっとこ天井でございますよ。あれを使えば今じゃ。はい、779ゲーム、総投資が3万6000円でございます。いざマイラン、無事にアオララゲッツ。やる女だね。いい音でしたね今。はい、もう2個の頃、エチャイスも通りじゃない、結局攻めてピア。
はい、はい、ブレイクでございました。お願い、ほら突破した。いや突破なんてするわけないじゃないですか、私みたいなもん100ですよ。安定してくれよ、行くぞじいさま。リアでお願いいたします、頼むよ。よっ、いいよ、とてもいいじゃない。はい、いいですね。そうや、乾杯。やっとこさビール、はい、ビアーでございます。ああ、なんでそんなことするのって、あと1回じゃないか、やめてよ、リプレイとか。ここのリプレイはありがたい、全然取れてないんですよまだ。やめてけろー、たったの140。おお、変えまして、ラッキー。でも下手だな。はあ、変えてほしいけど無理か。180、はい、え、なんだって180枚。まだあと1個ありますよ、丸山さん。レア役引いてかないとさ、ちょこちょこさ、上乗せもしてさ、そうやって出してくだいじゃん、じゃんか。ゴー、あー、ビアがいいんですけど、ブレイクはちょっと本当にやめていた。100で止まっちゃうから、ほんとビアでなんかならないかな。はい、ブレイクです。この声のトーンは絶対にビール以上じゃない。ブレイク、やっちまいましたよと。400枚で終わります。はい、434枚で終了です。やめます、ちょっと4機種目当てに行きましょう。高校ジャグラー2、2代目でございます。299ゲームから、よし、345ゲームやっとこそ当たってくれました。ビッグでお願いしたくござそうろう、よし。ではでは、5機種目でございます。アイムジャグラー6号機ですね。620ゲームから、使ってないんでしょ。696ゲーム当たってくれました。おびくる、バッキー。一応これで5機種すべてクリアです。全長は当たらんね、残念。300ゲーム台スルー、今日初めてじゃないですか、300ゲーム台スルーする。なんでこれが打ち始めたらこうなるのさ。さあ500ゲーム到達、したくなかったけどしちゃった、負けてる。そんな気はねちょっとしてたんですよ、なんか負けそうだなっていう。いやハマっとるね。ここまでハマったのは久々だな。だいたいチャンスゾーンでね当たるんで、ハマってても途中で、ね、こんなにも性悪な台は久しぶり。当たらない。
あれ終わった800超えんのか。じゃあビッグか、もしかしたら刺激必殺のキルラッシュができるかもしれない。キルラッシュ1回だけ初打ちの時に行ったんですよ。だからこんなもんなのかなと思ったんですけど、それ以降1回も、初打ちの時はミラクルだっただけで、800何十ゲームハマって化けで、800過ぎたらビッグじゃないんだなんて思ってたらフリーズしてキルラッシュ行きましたね。今プラスが300枚ぐらいです。まだプラスなんだ。プラスです。どうですか調子。私もう多分もうダメです。もはやダメもはやもうマイナスですか。まさかこんなにハマるって聞いてないもんだって。見たことないです。私もずっと300ゲーム台とか当たっててさ、なんで俺のターンだけそんなっていう話ですよね。あ、すごい。上手すぎるよね、やめた人が。いや、そうですね。何かを察知したんでしょうね。察知したんだろうね。だって他5号機って何だろう。番長3と、まあ、あなたの好きなスーパーリノマックスがありますね。いいですか。マイナスになっちゃいますけど、多分、まあ、どうせマイナスだからね。あら、もう、もはやあれ、こんな場面もはやマイナスですよ。急にやさぐれ感がさっきまでと人格変わってるじゃないですか。ちょっとやめてくださいよ。ハマりは人を悪にする。そうですね。さあどっちでしょうか。ハマりにハマりました。こっちの液晶表示で989。殺してやりたいんです。一応持ちコインではありますが、もうマイナス域ですね。レギュラーがいいな。ボーナス確定。でもキルラッシュ確定でもないのか。ここで負けが当たったというか揃ったからといって、900ゲーム台で負けが当たるとキルラッシュの可能性がアップと書いてあるだけなんで、そこら辺もまだ全然ね、まだっていうか一生出てこないんですよね、おそらくね、そういう状況。とっても大事な時みたいですよ。赤目が切るじゃないですよ。赤目に切られてるんじゃないですか。早く揃わないと、ほらもうユーリックアンがさ。大丈夫ですか。中から。喋んない。よし。どうなるの？どうなるの？よしなの？それは。レバーオンが。おあ、いる。いる。後ろにいた。すいません、大事な時にずっと見てました。化けの方がいいんですよね。バケでここのレバーが超大事です。あ、そうなんですね。ちょっと見守ってますんで。フリーズするかもしれない。あー、しなかった。マジか。しないことあるのか。どうしよう、どうしたらいいですか。じゃあそのバケを取り切ってもマイナスですよね。もちろんね。ですよね。 AT 入ればまだ分かんないですけど、これは厳しいですね。わかりました。ちょっとトータル3枚プラスは私に任せてください。わかりましたよ。じゃあ頼むね。はい、任せてください。大丈夫です。今回活躍するのはあなただよ。かしこまりました。行ってこざソロ。いや絶対あいつあれ打つよ。だいたい分かってるよ。ここで何打つか。あー、つかないんだ。無慈悲だねこの台。ユーリカンランプも消えたし。いや、こんな無慈悲な台だと思わなかった。いや、答えた。これは心身ともにやられましたね。どこから来たんでしょう。うわ、やだ な, な, なちょっと腹立つ。ないほらな、言っただろ。まあ、僕今あの期待値の塊なんで。そうですよね、期待値爆弾です。うるさいな、なんか隣の人が。通称期待値爆弾。わけわ